どうも、関西のダイビングスクールスタッフゆかです。海月集まれダイビング女子ゆか TV スタート。いい感じに夕日が私を、あ、ちょうどいい時間だ。この時間なんかね、ま、あの前の向かいのマンションに太陽が反射してゆかに当たっています。今ちょっと目がキラキラしてる感じです。今のうちに撮ろう。今日は、前回に続いて、好きな海牛を紹介します。でその中で今日は、ゆかが見てきた海牛の中で、で最も出会いたかった海牛に、ついこの間出会ったので、それも発表したいと思います。じゃあ今日のスタートは6からか、ナンバー6じゃん、タテイボ海牛と言います。この写真は和歌山県の串本の、どれぐらいの水深だったかな、20メートルぐらいのところで見つけました。で、イボウミウシ科、ウミウシの中でも種類があるって言ったんですけど、そのイボウミウシ科の中でも最も大きく成長するものです。ゆかが見たのはこれぐらいだったんですけど、11センチぐらいまで大きくなる。でかっ、ちょっとでかいと可愛さが半減する。はい、タテイボウミウシでした。次ナンバー7はこちら、腕振り角ザヤウミウシ、あ、言えた。別名なんと言われてるでしょう。3、2、1、ピカチュウミウシと呼ばれています。おーって納得してくださった方いるかもしれないですけど、はい、なんか腕振り角ザヤウミウシってよりはピカチュウミウシってみんな言ってるかな。見た目の通り黄色でなんか触覚があって、その触覚のところが黒くなってる、うん、ピカチュウそのものみたいな感じでね。ポケモン自体も、あ、違う違う、ウミウシ自体もポケモンみたいだねって言われること多いです。色も鮮やかで種類もいっぱいあって、はい、ピカチュウミウシはもう私は見た目にやられました。はい、この透き通った黄色オレンジ、うん、っていうところと、なんか丸っこいですよね。うん、丸っこい感じがゆうかは刺さりました。次ナンバー8はこちら、ヒョウモンウミウシと言います。はい、これも、ゆうかは見たことあるかな。服とかもヒョウ柄好きだし、夏に履く魚さん、あのビーチサンダルみたいなサンダルもヒョウ柄だし、カバンもヒョウ柄だし、靴下もヒョウ柄いっぱい持ってるので、ヒョウ柄が好きなんですよ。まあ、大阪代表として。はい、もうこれは初めて見たとき、ヒョウ柄やんって名前調べたら、ヒョウモン、まあ、ヒョウの模様の海、あ、ヒョウの門、半門、はい、もう見たままの通りの名前付けられてて、はい、お気に入りです。次、ナンバー9は、ゆうかが一番好きな海牛で一番会いたかった海牛です。それはこちら、星空海牛。これはダイビングし始めた時に海牛図鑑っていう本を見てて、でいろんな種類に載ってて、あ、可愛いな、これ怖いなっていうのを見てて、うわーって衝撃受けて、これに絶対会いたいって思ってた一匹だったので、これは沖縄に行った時に見たんですけど、かわいい。まず名前、星空っていうね、素敵な響き。ゆうか星大好きなんですけど、そう、あんまり普段都会っていうか大阪だから星は見れないんですけど、だから憧れがあって、なんか星空を見るしに会ったことある人で、なんかベストショットがあればぜひゆうかに送ってください、お願いします。最後ナンバー10、どっち10は、さっき紹介した海牛なんですけど、これです。はい、ピカチュウ海牛と星空海牛のツーショットです。この、違う種類の海牛が一緒にいる姿ってまた違った魅力、うん、
う映える。ウミウシは映える。色カラフルだし。はい、てな感じでウミウシを次回に引き続き紹介させていただきました。お気に入りのウミウシはいましたでしょうか。そしてウミウシを好きになってくれましたでしょうか。興味はありますか。どうだろう、これは本当好き嫌い分かれちゃうと思うんですけども、これをきっかけにちょっと好きな人、ちょっとじゃないな、好きな人が増えてくれたらいいなと、興味を持ってくれたらいいなと思ってます。では今日はこの辺でダイビング行ってきます。先行。